例えばこの書かれてるこの女の子たちが、あ、例えばですけど、はい、あのヘンリー・ダーガー の、うん、あのにで、あのドロングに出てくる、うん、あの女の子たちってこう大人と戦ってるじゃないですか、はい、そういう感じであの東山さんの作品で書かれてる女の子たちも何かと戦ってたりっていうのはあるんですか？最初はあの私のコンプレックスじゃないですけど、コンプレックスじゃなくて、なんかこうなんかそうなんていうんですか、こう本当に身体的なことでこう不安が出てきて、その病気じゃないんですけどちょっと体調悪いみたいな、あのなんかホルモンのバランスがなんか悪くなって、でなんかすごいなんていうんですか、生理が来なかったりとかして病院行ったらこう、あんまり子宮が発達してないって言われて、っていう話から、まあ、じゃあちょっとその言われ方っていうのがちょっとまだ未熟、大きさが未熟で、あの大人の子宮の大きさに達してないって言われて、でしかもそれがちょっと閉経しかかってるって言われちゃって、でなんか不思議、なんか子供の大きさくらいしかないのに、なんかすごいダメになっちゃうなんて、ってすごいギャップがあって、だからその子宮がこう成長するような願掛けみたいなイメージでこう成長、なんかちっちゃい女の子が大きくなるみたいな成長をテーマに書いてたんですけど、戦うとかではなくこう、なんていうんですか、増殖じゃないですけど、なんかこうもっと なんて言えばいいんですか、なんか広がりではなく、な成長してほしいっていう気持ちで書いてました。だから成長するための話を考えて書いてました。